皆さんこんにちは、田中エミリです。突然ですが、私ソロキャンパーを目指すことにしました。とは言っても時期的にまだまだ寒いですし、冬キャンプはハードルが高いので、まずは準備から始めていきたいと思います。今日はアマゾンさんで購入したキャンプグッズをいくつか紹介します。キャンプをするにあたって必要なものはたくさんありますが、まずは食事に関して揃えていこうと思いました。本日紹介するのはクッカーグッズです。こちらはキャンプクッカー9点セットです。専用のケースに入っていて、コンパクトにまとまっています。中に入っているものを見ていきましょう。こちらはステンレス製のフライパン、折りたたみの取っ手がついています。こちらはお鍋、これもステンレス製ですね。折りたたみ式取っ手と蓋がついています。そしてこちらは可愛らしいサイズのケトル、カップラーメンを作るのにちょうど良い量のお湯が沸かせそうです。こちらはプラスチック製の小さなお椀が3つです。こちらはお玉のようです。折りたたみ取っ手付き、これは食器洗い用のたわし、しまい方はこのようにします。 OD ガス缶と比べてみると小ささが分かりますね。これならかさばらず、リュックサックに入れても軽く持ち歩けますね。次にシングルバーナーを見てみましょう。四角いケースに入っています。鍋類を支える腕は折りたたんであるので伸ばして使えます。火のつけ方もとても簡単、これは料理する際重宝しそうです。アウトドアクッキングで一番厄介なのは風ですね。こちらは風対策に購入したウィンドスクリーンです。これがあるのとないのとではお湯の沸き時間や燃料の持ちが全然違うそうです。また調理中の火を守るためにもあった方が良いと思います。 OD 缶はコールマンのものを購入しました。今回購入したのは以上の4点です。どれも大変軽量かつコンパクトなことに驚きました。さて、とりあえずの道具は揃いましたが、果たして初心者の私に使いこなせるでしょうか。キャンプデビューまでに練習あるのみです。次回はこれらの器具を使って実際に調理してみた動画をお送りします。お楽しみに。本日はソロキャンパーへの道第1弾クッカーセット開封式をお送りしました。田中エミリでした。